乗車ありがとうございます。リゼロから始めるタクシードライバー生活。来たよ。この季節が、もう春がね、近づいてきたのがすごいわかるんですよ。出会いと別れの季節、そして花粉の季節、花粉が来てます。もうしんどいです。僕はね、花粉症がね、来るとね、咳が止まらなくなるんです。むちゃくちゃしんどいんです。動画を撮る時もなかなかこう連続で喋ることができず、ちょっと最近動画の撮影がなかなかできてなくて本当申し訳ないですが、とにかくしんどいです。花粉がしんどいです。いやー来ちゃったな。喉がねイガ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 ってなってくるんですよ急に。昨日もちょっと最後の方ね、お客様に大丈夫ですかって言われるぐらいちょっと我慢できず咳をしてしまって、本当申し訳ないなと思っております。風邪とかではないんです。本当に花粉症なんです。でね、花粉症のね薬はちょっと眠たくなる成分が入ってたりするんでね、なかなか飲めなかったりするんですけど、だからね僕ね本当春っていう季節がねあまり好きではないですね。昔からなんかね暑がりなんでね、今はまだ今日は3月始まったばっかりなんですけど、それでもね、なんかね、こう暑い時があるんですよね。電車乗ったりしててもね。はい。いやー、しんどいです。はい。皆さん、大丈夫でしょうか花粉症は。でね、もう今日もなかなか喋るのがしんどい状況なんですけども。でね、今日はね、とてもとても個人的なお話です。テクニックとかそういうことではないんですけども。はい。ですね、この僕がずっと相棒として乗っていたスーパーサルーン、ブラウンスーパーサルーン、白いタクシー、こちらとこの相棒とお別れする時が来てしまいました。いやー、ついにこの時が来ましたか。僕ね、入社して、最初はね、普通の黒いスーデラ、クラウンですね。よくあるタクシー、だったんですけど、1ヶ月乗ったらもうすぐにね車変更という風に言われまして、でこの白いタクシークラウンスーパーサルーンに変更になったんですけど、まあ、その時の動画もねちゃんと作ってあるんですけどね、まあ、そこからねもうほぼほぼ2年ですよ。2年、ずっと相棒として乗ってきてくれました。いやー、いろんなことありましたよね。トランクが閉まらなくなったり、嘘やろ、突然白煙を吹いてエンジンが止まったり、悲しい姿や相棒さん治ってよ。あとね、お恥ずかしながらね、僕ねヨドバシカメラの駐車場に停めて、ちょっとねあれ何を買いに行ったんかな、イヤホンだったかな、スマホのねイヤホンマイクいいのないかなと思ってちょっと探しに行こうと思ってヨドバシカメラの駐車に停めた時にねインキーしちゃったんですよやっちまったって。しかもねそのインキーの仕方がね、キー、まあ、エンジン切って普通に、まあ、出たわけなんですよ。で鍵を閉めて、でトランクにねちょっとその時荷物、まあ、財布とか積んでたので、トランク開けてドア閉めて鍵かけて、トランクの中から自分の荷物を出して、そしてトランクの中に鍵を置いたままトランクをバンって閉めちゃったわけなんですよわーってなりましたね。そんなこともありましたね昔ねいろいろありましたけども、この白いスーパーサルーンともお別れです。はい。でね、今日はその最後の日ということでね、ちょっと動画を回しました。はい。とてもとてもね個人的なお話でした。まあ、いろんなことがあったね、このスーパーサルーンですけども、最初はこのいい車乗りたいなとかいろいろ思ってたんですけども、いざね、別れとなるとね、やっぱりこのクラウン、スーパーデラックス、まあ、僕の乗ってるスーパーサルーンもですけども、このね、車はね、めちゃくちゃいい車ですよね、本当にね。めっちゃくちゃ乗りやすい。タクシーとして、やっぱり完成されてるなと、正直、思っております。
まずあのフェンダーミラーっていうのが本当に見やすい。最初はもっちゃくちゃ嫌やったんですけどね、フェンダーミラーが慣れなくて。でもね、乗ってるとね、サイドミラーよりもやっぱりフェンダーミラーの方が乗りやすい、運転しやすいですよね。そして意外と運転席座るとね、結構広い、ビロしてるんですよね。ちょっと前にね、プリウスにね、ちょっと、まあいろいろあってプリウスの方にちょっと運転席座ってみてって言われたんでね、同僚の人に。座ろうとしたんですけど、僕ね、乗り込むのがまずしんどかったんでね。プリウスもいい車なんですけどね。いやー、やっぱりあの辺の車と比べるとやっぱり運転席に乗ってる運転する時の姿勢が本当楽だなと思いますね。あとは何かな、なんかやっぱり乗っててね、本当に疲れにくいなと思います。あの僕もね、あの家にはね、あの別の車があるんですけども、どちらかというとこうコンパクトカーみたいな感じの車なんで、ちょっとね座ってる感じも違うんですけど、やっぱこの、もともとセダンっていう車を自家用車として乗ったことがないんですが、ああ、セダンってやっぱいいなって思ったきっかけにもなった車ですね。はい、いやー、本当にね、今ね、ジャパンタクシーとかね、いろんなそういう背の高めのタクシーとかも増えてきまして、プリウスも多いですよね、タクシーで。このクラウンスーパーデラックスっていう、このね、あの、いわゆるタクシーっていう形をしてるこのタクシー。クラウン、これね、いろいろ言われることはあると思うんですよ。古くてね、新人さんでもたまにね、こう、ああ、クラウンか、プリウスとか、そういう車の方が良かったなっていう風に言う声もね、上がることも、聞くこともあるんですけど、まあ僕自身もね、やっぱりそれ若干思ったんですけど、乗ってみるとやっぱりタクシー営業としてはこのクラウン、スーパーデラックスっていうのはむちゃくちゃいい車だなというのがね、思います。大絶賛しておるわけなんですけども、はい、まあ次はね、どんな車になるか、それはまた次の動画でね、お知らせしたいと思います。まあ車のことばっかり話してますけどね、もう一個ね、あのこの体調のことを言っときましょう。花粉症で僕もだいぶしんどい状況になってるんですけども、それとは別にね、ちょっと前にちょっと、まあ、あの娘の風邪がうつっちゃったりとかしてね、あの体調面でもちょっと一回一日休んだりとかしてたんですけど、やっぱりね、このタクシー営業するにあたって、体調、これやっぱりね、しっかり皆さん整えていきましょうね。いろんなね、体調、まあ、精神的なね、不安なことをね、抱えたりとか、体調面で不安なことを抱えたりとかいう状況でね、営業するとね、もう完全にね、売り上げに直結します。はい。で、やっぱり違反とかね、事故にもつながるようなことにもなるのでね、やっぱり無理はしないようにして、体調を一番優先にしてね、タクシー営業していきましょう。今日の動画では本当それを一番言いたいです。ただ、この花粉症だけはどうにもならない。はい。今こうやって喋っててもだんだん声が枯れてきてるんですけど、花粉症なんとかしてくれ。はい。というわけでね、今日はちょっと短めの動画なんですけども、ちょっとね、このスーパーサルーンが、これで最後だよっていうこと、体調には気をつけようっていう動画でした。で、次の動画では僕のね、新しい相棒は、どんな車かっていうのを発表したいと思います。はい。非常に個人的な短い動画でしたが、今回も最後までご視聴ありがとうございました。トンコでした。また次の動画で会いましょう。さよなら。誰しも何かしら締めを